もうバックミラーではシーザーたちが見えない。あと少しで郊外ともお別れみたいだ。火の湖は無事で、シーザーも新しい覇者になれた。郊外の大冒険もエンディングだね。火の湖が消えそうになったことを思い返すと背筋が寒くなってくる。音楽をかけながら家路についている今この時がまるで夢みたいだ。どうしたのお兄ちゃん、なんだか感慨深げだね。シーザーが無事でよかったというのはただの結果論に過ぎない。火の湖に裂け目があると判明したのは、彼女が捨て身であの場所を救おうとしたからだ。落ちていくシーザーをただ見ていることしかできなかったあの無力感、もう二度と経験することはないと思っていたけれど、まるであの時のようだ。お兄ちゃん、リン、こういう時やっぱり僕たちは家族なんだと感じるな。同じことを考えているみたいだね。ちょうどここは都市の境目あたり、それにイアスやフェアリーもいる。いい頃合いかもしれない。案内ルートを外れました。助手2号、帰宅ルートを再探索します。大丈夫だフェアリー、外れてなんていない。僕たちの帰り道はね。着いた。上まで行こうか。ほらイアス、スカーフ忘れないで。ふにゃにゃ。ここに帰ってくるのは随分久しぶりに感じるね、リン。フェアリー、ここがどこか知ってる？検索完了。ここは第一鋼体中部の新エリート側です。第一鋼体とは新エリートの前身となるエリートで発生した巨大ホロー暴走災害、通称キュート陥落事件の産物です。当時の指導者たちは05ホローの暴走を制御すべく、エリート南西から北東にかけて計14基もの指揮所の塔を爆破。爆発による衝撃が強烈な地質活動の連鎖を引き起こし、第一鋼体を形成するに至りました。そう、第一鋼体には侵食できるものがないから、拡張に必要なエーテルエネルギーを得られなくて05ホローの暴走は止まったの。第一鋼体が新エリートの建設を可能にしたとも言えるね。本来ならこの先はスロノスクにほど近いエリート市街地の北側に通じる道だ。車で10分も走らないところに大きな像が立っていた。ホワイトスター学会のね。それの手前で左に曲がると昔のミネルバク7番通り、左側にアンティークショップがたくさん並んでて、お兄ちゃんがちっちゃい頃よく偽物つかまされてたっけ。その向かいにはリンゴ用達のお菓子屋が軒を連ねていた。僕は偽物をつかまされる前におねだりに負けて食べきれないほどのお菓子を買い込む羽目になった。食べきれないなんてことなかったでしょ。テーブルに置いとけば1分もしないうちにみんなが取ってっちゃうんだから。お兄ちゃん忘れたの？忘れるもんか。話を戻そう。7番通りの突き当たりから2つ、いや3つのセキュリティゲートをくぐれば綺麗な建物にたどり着く。そこに私たちの先生がいた。いつもプレートの右側に立ってイアスと一緒に私たちを待ってた。ヘイリオス研究所、あの場所こそ本当に僕たちが帰るべきところなんだ。それは今もあそこにある。第一鋼体を越えた05ホローの奥深く、キュートの瓦礫の下に。また来たよ先生。ご無沙汰しててごめんね、いろいろあって。
マスター助手2号、僭越ながらその大切な方のご冥福を心よりお祈りします。お望みでしたら、その方の名前を検索し、遭難者慰霊碑上の位置をマークすることも可能です。カローレ。カローレあるな。遭難者データベースに該当する人物なし。旧都陥落事件に関連する情報内で、1件のみヒットしました。05フォローを暴走させ、旧都陥落を引き起こした元凶。ヘイリオス研究所上級研究主任カローレアルナ及びその他関係者は大罪人として歴史に名を残すだろう。推測、ご提供いただいた名称に間違いがあるか、同姓同名の別人がヒットしたものと思われます。何も間違ってなんかないよ。当局が公式に旧都陥落を引き起こした張本人って発表した。カローレアルナ上級研究主任は僕たちの先生だったんだ。私たちを育てていろんなことを教えてくれた。 HDD システムもイアスも全部先生が残してくれたもの。そして旧都陥落の日に私たちを救ってくれたのもフェアリー。前に聞いてきたでしょ、私たちが05フォローの調査に参加したいわけ。今ならわかるよね。観測データを十分に集めればいつの日か05フォローの深部まで入ってヘイリオス研究所の廃墟を調査できる。僕とリンがプロ騎士になったのはそのためだ。先生の手がかりがあの場所にあるって信じてるから。僕たち兄弟の命にかけて。先生は決して滞在人なんかじゃない。必ずキュート陥落の真相を暴き彼女の汚名を晴らしてみせる。なぜなら警告、未知の対象が接近中。え、こんな時間に一体誰が。む、あなたは対フォロー6課の星見みやび課長。ああ、あの穴井に秀でたボンプの持ち主、並びに独立調査チームの責任者だな。お前たちに敗北を喫するとは思わなかった。覚えてくれてて光栄ですけど、敗北ってのはどういう。誰よりも早く第一交代慰霊の地を訪れる修行だ。そして彼女のそばにいてやりたくもあった。宮尾さんも誰かを思い出しにここへ。ああ、母上をな。それはお悔やみを言わせてください。一日でも早く心安らげる日が来ることを願います。礼を言おう。だが私はまだ安らぎを得るつもりはない。というと。安らぎなど不要だからだ。旧都陥落を引き起こしたトガ人とそれにまつわる全てのものに枷をはめるまでは。私は逃すつもりはない。誰一人としてな。